非武装地帯とは、コンピュータネットワークにおいて、外部ネットワークと内部ネットワークの中間に設けられる、ネットワークのことである。それぞれのネットワーク間の通信を適宜制限しつつ、DMZ には、メールサーバ、ウェブサーバ、DNS コンテンツサーバ、プロキシサーバなど、インターネット等の外部ネットワークと接続する、必要があるサーバー等を接続することにより、 内部ネットワークのセキュリティを保護しつつ、外部と接続することを目的とする。軍事用語の非武装地帯から転用された用語であり、バリアセグメントなどとも呼ばれる。英語ではデータマネージメントゾーン、デマーケーションゾーン、またはパリメーターネットワークとも呼ぶ。DMZ の特徴は内部ネットワークと外部ネットワークから DMZ に接続することは許容しながらも、 DMZ からは外部ネットワークだけに接続を許容している点にある。すなわち DMZ 内のホストからは内部ネットワークに接続することができない。DMZ は侵入者が DMZ のホストに侵入した場合にも内部ネットワークを保護しながら DMZ のホストが外部ネットワークに対してサービスを供給することを可能にする。その一方で その侵入者による外部ネットワークから内部ネットワークへの接続の試みに対し DMZ は侵入者にとっての袋工事として機能する。多段ファイアウォール型 DMZ ではネットワークの内側と外側の間に2つ以上のファイアウォールを設け2つのファイアウォールの間に DMZ を配置する。この方式では外部ネットワークから DMZ、DMZ から 内部ネットワークの間にそれぞれファイアウォールが設置されているため段階的に通信を制限することができる。ネットワークの内側と外側の間に一つのファイアウォールを設け、二つのファイアウォールの間に DMZ を配置する。シングルファイアウォール型 DMZ を利用した一般的なネットワークのダイアグラムシングルファイアウォール型 DMZ では基本的な構成では一台のファイアウォールに 内部用、DMZ 用、外部用の3ポートを用意し、ネットワークの内側と外側、DMZ と外側と一つのファイアウォールを経由するように配置する。この方式では、用意するファイアウォールが1台で良いため、コスト的に有利である。しかし、ネットワークの外側と内側とが直接通信するため、多段式に比べて、セキュリティが低下する場合がある。一方、 ファイアウォールが分散せず集中管理できることによって多段式に比べてセキュリティが向上する場合がある。また、その構成の形状から三つ足ファイアウォールとも呼ばれる。家庭用ルーターのポートフォワーリング機能の一種について、例えば NEC の ATARM などが DMZ ホスト機能などと呼んでいる。前述のシングルファイアウォール型の構成において、 DMZ に置かれるようなホストに相当するものを一般的なファイアウォール機能を持つルータの機能として仮想的に設定できるというものである。ルータでのポートフォワーディングによってこの機能で指定した内側にあるノードがあたかも外部から見えるアドレスにあるかのごとく外部からは見えるようになる。本来のシングルファイアウォール型の DMZ では DMZ は ネットワーク的に別セグメントになるのが基本であるのに、対し、この機能では単に、ラン内のあるノードが仮想的に DMZ にあるように見なされる、というものなので、セキュリティ的には、本来の DMZ の目的である隔離などは、実現されない。ありがとうございます。